この番組はホンダカーズ三木田、鈴鹿未来、日商、フローラ、ものづくりの情熱を技術で支えるベステックス共栄の提供でお送りします。背番号25番リンです。背番号2番ナナです。8月になりました。夏真っ盛り。毎日めちゃめちゃ暑いけど、夏を乗り切る秘訣ってある？それはクーラーガンガンの部屋でアイス5本食べる。それ秘訣でもなんでもないし。じゃあ秘訣何？汗びしょびしょになりながらウエイトトレーニング。それ秘訣？そもそも夏を乗り切る秘訣って何？やっぱさ、暑い夏こそかき氷。違う違う、暑い夏こそプール。じゃなくて、暑い夏こそハンドボール。だよね。ということで、今月も元気にいってみよう。スーパーゲストトーク、イエーイ。今日のゲストは、こんにちは、背番号11番レイです。レイに聞きたいことある人？はい、今年の夏やりたいことを教えてください。やりたいこと、バーベキュー、キャンプ、海、プール、お祭り行きたいし、みこし屋台、アメちゃん食べたい、リマトだ、そう、UFO キャッチャーと、あとクジラ、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 あとは、あと一回だけ富士山登りたいって言ってた。あ、富士山。ちょっと待って待って待って、やりたいことありすぎ。やりたいことたくさんあるのは分かったけど、一番やりたいことって何？バーベキュー。バーベキューで一番好きな食べ物は何？肉！肉！肉！テンション高っ！だって一人でステーキ屋さん行くぐらいだもんね。それ一番のやつ！最近楽しかったことってある？あります。ナナさんと二人で手巻き寿司やりましたよね。お刺身巻いたり、レイナが作ってくれたカゴブクの手巻きしたり。最近楽しかったことってある？あります。奈々さんと2人で手巻き寿司やりましたよね。お刺身巻いたり、レイナが持ってきてくれた韓国風の手巻きしたり、いろいろ巻いて楽しかったよね。何それ、呼ばれてないんだけど。だって呼んでないもん。なんで呼んでくれなかったの？だってね、ナナさん、ね、どういうこと？どうでもいい話ばっかりしちゃったけど、最後に今シーズンの目標を教えてください。はい、忍者のような速攻でたくさん点を取ります。以上、スーパーゲストトークでした。バイバイ。ハンドボールガール。背番号2番中田夏実です。株式会社ロジカルアイで働いています。ロジカルアイは鈴鹿未来のグループ会社で、主に工場で使う梱包材や消耗品、物流機器を販売している会社です。私は営業グループ販売企画課に所属していて、イラストレーターなどのソフトを使ってこのようなパンフレットや販促物を作っています。はい、この会社に入ってから勉強して使えるようになりました。中田さんには営業企画の仕事をお願いしています。我が社にとって新しい仕事ですが、どんどんチャレンジして成果を上げてくれています。これからもハンドボールも仕事もどちらも両立して頑張ってください。ロジカルアイ社員一同応援しています。ショールームです。そしてここが企画部品トレイのコーナーです。なんと企画品1000種類あります。そして部品トレイというのがこのようなトレイになっていて、ここに部品を入れて工場間の輸送に使います。
このパネルも私が作りました。そして鈴鹿未来にはもう一人ハンドボール選手がいるんです。じゃーん。こんにちは、本田男子ハンドボール部に所属しています古川大輔です。鈴鹿未来のプロマーケットで働いています。大ちゃんってどこの出身だっけ？京都です。あ、そうだ、カノンと同級生だった。そうなんです。男子も国体三重県代表として頑張りますので応援よろしくお願いします。お願いします。ピックアッププレイヤー背番号12岩見香音、京都府京都市出身。バイオレットのゴールマウスを守って6年目のシーズンを迎える。2014年に洛北高校から入団、23歳の若手ながらチームの歴史を知る古株でもある。抜群の反応を見せるペナルティースローや正確なスローイングを武器に苦しい場面でチームを勢いづける頼れる存在。昨シーズンは高木エレナ不在の中、花村とポジション争いにしのぎを削り、終盤戦での活躍が光った。中でも今年1月のオムロン戦では怪我で花村が欠場。プレーオフ争いに踏みとどまるためには絶対に負けられない大一番に一人でゴールを守りきった。この試合をきっかけに勝負どころでの強さを身につけ、プレーオフ進出に貢献した。背番号12番岩見香音です。 FM ラジオではパーソナリティを務め、マルチな才能を発揮する。今年の目標を教えてください。はい、チームを勝利に導くヒロインになります。今シーズンも一番後ろからチームを支える守護神岩見香音のさらなる成長と活躍にご期待ください。ここで試合のお知らせです。8月31日と9月1日に国体東海ブロック予選が行われます。会場はホンダアクティブラボです。ぜひ会場で応援してください。待ってます。さらにプレゼントのお知らせです。ピックアッププレイヤー岩見香音選手のサインと MC リン・ナナのサイン、そして私ダン・レイナのサインをプレゼントします。ご応募お待ちしてます。暑い暑い言うけどさ、私たちって暑くても元気だよね。むしろ暑苦しいぐらいだよね。日本の気温上げてるかも。まあいっか。それでは皆さん、バイバイオレット。バイバイ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。